みんなこれを見てほしい。これは巨人の処刑台さ。まずこの2枚の壁の隙間に巨人をおびき寄せる。人間を餌にしてね。だけどこの幅じゃ巨人は隙間に入れないから、手や首を突っ込んで人間を食べようとするだろう。そこに壁上から土を落として奴らのうなじを破壊するんだ。そりゃ確かに実現すれば有用ですけど、こんな大掛かりな兵器どうやって。確かにこれまでこんな兵器は作れなかった。だけど今は違う。そうだろ。ああ、なるほど。確かに俺の硬質化ならこの壁を作るの。その通り。エレン、どう？やれるよね？やってみます。よし、それじゃあ全は急げた。すぐに準備に取り掛かろう。この計画にはエレンの安全はもちろんだが、実験や建造に関わるものの安全確保も必要不可欠だ。君たちにはまずトロストク外壁付近にいる巨人の討伐を頼みたい。処刑台の建造がうまくいけば、人類は戦わずに巨人を倒す術を得ることになる。これは大きな一歩だ。みんな頼んだよ。巨人の処刑台の建設にかかる前に、まずは邪魔な巨人を掃討しておかないとね。エレンが硬質化に集中できるように近場にいる巨人は残らず排除してくれ。にいる巨人は全て排除しました。あの深淵だ。偵察に出ている班からの援軍要請です。悪いけど応援に行ってくれるかな。苦戦しているのかもしれない。深淵だ。多分コニーたちの班だ。拠点の設営中に何かあったのかもしれない。行ってやる。頼むぞ。また拠点を設営しているんだけど、巨人が邪魔で進まねえんだ。倒すの手伝ってくれ。どうだ。ありがとうな。拠点の設営を任せてくれ。この拠点があれば巨人が壁に押し寄せてもしばらくは足止めできるはずだぞ。加勢してくれ。巨人を排除しないと拠点の設営に取り掛かれない。助かった。すぐに拠点を設営する。
止めるぞ。任せたぜ。もし巨人が壁に向かおうとしても、この拠点で食い止められるはずだ。やったぜ。よし、やってやったぜ。ジャン、すげえぞ。どっちが活躍できるか勝負だ。周りの巨人どもを片付けてくれ。近づいてきた巨人の中に飛行士も混ざってたみたいだ。何体か壁に向かっていっちまったぞ。壁に近づかせればエレンの邪魔になる。急いで追わないと。深淵団が、あっちはサシャの班かな。拠点の設営に手こずってるのかも。巨人が現れても足止めしてくれるはずですよ。深淵団か。確かあっちにも拠点の設営に行った班がいたはずだな。任せたぜ。周囲の巨人を排除してくれないか。拠点の設営ができないんだ。やるしかねえだろ。見たか、これが俺の実力だ。おお、やりますね。頼むぞ。やります。どうだ。はっ、片付けてくれたか。よし、すぐに拠点を設営する。それでもし巨人が来たとしても足止めできるだろう。任せたぜ。分かったぜ。おい、応援を頼む。了解だ。ここで片付ける。仕留めるぞ。これで巨人は片付いたな。よし、とりあえず俺たちの任務は完了だな。みんな壁に戻るぞ。
やってやったぜ。すごい。安全は確保できたようだね。それじゃあエレン、始めてくれ。了解、やってみます。接近を阻止してくれ。了解だ。ガキども、行くぞ。わかった。邪魔はさせねえ。ざまみやがれ。なんとかなるよね。なんとかするしかねえだろうが。巨人を減らすことができる。見たか、これが俺の実力だ。そうだ、それでいい。やらないと。ざまにやれ。やったぞ。みんなよくやってくれた。エレン。
攻撃艦を始めてくれ。そしてその後も建造は進み、ついに兵団は処刑台の完成にこぎつけた。やったぞ、12メートル級撃破。やった思った通りだ。これなら兵士が戦わなくても巨人を倒していける。それも大砲や資源も消費せずに、日中フル稼働で巨人伐採しまくりの地獄の処刑人の誕生だ。やったな、エレン。エレン、おそらく巨人の力を酷使しすぎたんだろう。こいつが生み出す岩が無限にあるとは思わない方がいい。こいつの身も含めてな。すまない、エレン。謝らないでくださいよ、ハンジさん。俺がちょっと疲れたくらい何だって言うんですか。早く武器を揃えていきましょう。志願しなきに。